より年金とは多細胞性の小実体を形成する能力を持つアメーバ様単細胞生物の総称。この性質は多様な系統の進化,化生物が示すことが知られており、単一の分類群には対応しない。講義にはそのうち変形菌を挙すが、本項目では講義の年菌についての一般論と。 我々の認識の変遷について扱う。個々の生物については、それぞれの項目を参照のこと。年菌という語はおそらく英語のスライムモールドを直訳したものであり、港熊楠の業績を紹介する目的で1906年に、海藻学者の遠藤吉三郎が用いたものである。年菌類に用いられてきた、工事分類群の学名のうち、 ミキシミカタや、ミキシミシーツなどは直訳すれば、やはり、年金となる。年金類ははじめ植物界の中で、ハラ菌類に近い菌類だと考えられていた。しかし、生活感の中で、アメーバのように運動して、微生物を捕食する時期があることから、中級世紀半ばに、アントン・ド・バリーが、動物的な存在だと主張した。これによって、次第に、 植物とも動物ともつかない原始的な生物、原生生物として認識されるようになる。もっとも年菌類の研究は、引き続き菌類学者たちが中心になって進めた。20世紀後半になって、ロバート・ホイタッカーがご解説の菌界に含めたことで、菌類としての認識が一時勢いを盛り返したが、深刻生物全体の系統関係が見直される。 中で親近との類縁性はほぼ一貫して否定され、続けている。20世紀半ば頃の最も抗議の粘菌類は、ジョン・タイラー・ボナーに従えば、以下の語群であった。ボナーによればこれらの共通点は、菌類と動物の性質を合わせ持つ、原始的な群体性生物で、多少なりともネバネバしていることのみであり、相互に関係があるかどうか、不明確な便宜上の群であった。 その後、まずラビリンチュラ類とネコブカビ類が取り除かれ、21世紀に入って以降これらを粘菌として扱うことは稀になっている。系統的には、ラビリンチュラ類はストラメノパイルに、ネコブカビ類はリザリアに含まれている。一方残り3群は引き続き粘菌として扱われているが、分子系統解析によれば原生粘菌と細胞性粘菌は多系統的である。 しかし、新生年金、原生年金、そして細胞性年金の内玉コりカビ類は、アメーボゾアに含まれており、少々の例外を除けば、この三群は単系統的である。ありがとうございます。